バタッ。マシマシ。こいつ強えぞ。3対1なんて卑怯な名前するじゃない。あんたたち、蘇ったことを後悔させてやるわ。逃げた。私の強さに見たよ。ちょっと、ちゃんといいな。んー、これ、カッとなった。本当にバカなことした。だからごめん。もういいんだよ、すぐり。ジートありがとう。しょくれたが首根っこつかんで連れてきた。なんかよかった。おう、オーガポン、大丈夫だったか。本当に鬼様じゃ。やめんこいな。かわいいだろう、この顔。それあんたからお面を返したいんでしょ。鬼様これ。たばかりだからすごく怖いのかもね。おじゃだみたいにチートから返して。わかった。最初に会ったのも俺だったしな。返すよ。人にはコロコロ許してるんだね。バイサー残りの3つの面もオガポンに返してあげたいよね。センターにあったやつ、あの3匹が持ってったんだっけ。そうだね。その元々はこの子のお面なのに。またあいつら襲ってくるか分かんないし、オーガポン守りつつとまっこせえばいいよ。お面取り戻したい結成ね。よし、賛成だ。名前が、まあ、別にネーミングは普通じゃねえよ。ミヤンでしょ、あんたは副リーダーにしてやり、俺も当たり前じゃん。そうと決まりは水力タウンでトモコ情報を聞き込みよ。私たちお面で取り戻すぞ。えいえい、おおおおおオーガポンがついてくるようになった。わお、おお、オーガポン、飛べるの。飛べました。オーガポン連れて飛んだわけじゃん。あ、もうイベント始まっちゃった。のけもにさえそうで怖いな。でもオーガポン人向いた、入りたくねえんだ。昔に村の人にのけもにされたから。確かにね。大丈夫かな。なんかな。オーガポンちゃんいい。私たち村行く。オーガポンここでステイ。オッケーほ、うん、やっぱりダメか。オーガポン待っててくれるかい。にゃーん、かわいい。分かったみたい。なんでよ。わからん。この情報を集めよう。その家に回復だ。てかさっき回復しとけって話だった。こういうの知ってる？両手でピース逆にしてエモートするのが流行ってる。テラスローブがチャージされた。思ったよりな、みんなの戦闘力もうちょっと強化しねえとまずいかもな。ドラムちゃんはもうちょい、あと、てか先陣ドラムちゃんにするか。
民館行けばいいか、まず。特にここの湯、ここでは民間資料さんまた出てる本かな。ここではなさそう。様、はい、本当に空を飛べるんだね。鬼ヶ山ギュンって飛んでった。なるほど。あははら、だあ、わしらみたいにいつも一緒のカップなんてポケモン界にも存在しないだろう。だよねー。ね、そこの人、メラメラポケモン見つけたら連れてきてよ。どういうこと？懐いてるポケモンってこと？マシマシラ。日が食べると思ったらお日にちにマシマシラじゃった。確か池の周りは寝ごバッツンじゃからの。池。でお散歩してた。よし、これでトモッコの情報は揃ったな。オガポン、ただいま。いたのは、で俺はこの3つの情報。全部分かったんじゃないか。ゼイは地味な作業は苦手なの。何も教えない。またこわもてだからね、しょうがないね。忘れないようにトモコ情報スマホロフトに登録しとく。ありがとう。あ、そういえばあんた持ってた。なるほど、そこか。じゃあ鬼の面取り戻しに行くよ。おお。俺行かね。どうした？チートが言えば鬼様は安心だろうし。やることあっから。やること。ごめん。一体何をする気なんだ。まあ、わかった。とりあえず。この3つのうち、まず最初はこのマシマシラを、マシラ島を懲らしめに行くかと。どう行くのがいいのかな。トモッコマシマシラ水力タウンの村人曰く、
拝めると才能や財産が増したような感覚になる感覚になる。もともとは違うポケモンで容量が悪く頭も弱かったが賢くなりたいと欲しかったね。聡明な頭脳を手に入れた。なるほど。あ、オーガポンじゃん。なんかピチューがいるとあれなんだけど、こいつ野生なんだよね多分。知ってた。なんかピチューとオーガポンがいて一瞬微笑ましかったけど、普通に野生のポケモンなのよね。どう行くの適正かな。こう行ってこう行ってこう行くのが適正か。なんか壁を登らずに行くとしたら、相変わらずあそこに母こもりがおるんやな。マッチマシラ。ま？とは孵化するか。あれか、あの主ポケモンみたいな感じの対決になるのか。マシキャー。大きくなったマシマシだ。雲がぐんと上がった。毒エスパーか。待って、ドラム振りじゃん。苦手なやつが多い。ヘドロウェーブ。モルペコン。あ、好きか。毒の鎖。え？状態異常。モルペコを焼くごめん。であと手持ち何体よ。もてなされた。4体か。くそ、ぶちかませ。かさま。まあまあ弱点見っけ。今のでタイムまで使っちゃう。倒れましたけど。いや、打ちかません。まあまあ。てかあいつ特防上がってたもんな。その技いけ、やってしまえ。
きたいところだけど噛み砕くか。威力やべえか。やっぱちょっと防御ダウンしちゃったからな。よし、ピョンボ行け。打ちだ。まあまあすごい威力だ。毒だよな。マムー頼んだ。車湯まだ車湯なの。てか地震だからあれだな、巻き込んじゃうな。車の急所に当たったすまんな排気目か。すげえ威力。さあ、OK、バフかけてきたか。猫魂さざめき、まあそうか、今一つもあるからまずまずといったところか。トンボ返りか。一回いいところはこいつに任せるか。貴様はもうテラスタルするまでもない。急所だが、これで終わりだ。これでジャラランガだね。鱗を打ち鳴らして、なんか読めなかった。後で読みます。スケールノイズ、攻撃後自分の防御が下がる。激凛でいっか。